新たな音声ではヨルダンで収監されているリシャビ死刑囚をこのトルコ側の国境まで連れてくるよう要求しています。なぜこちら側を要求したんでしょうか。トルコ国境のガジアンテップから中継です。はい、ここから東に100キロほど離れましたアクチャカレという国境、このシリア側がイスラム国の支配地域になります。シリアとトルコの国境の間には複数の検問所があるんですが、このメッセージにありますトルコ国境とはこのイスラム国の支配地域と直接接するアクチャカレの国境付近ではないかと見られています。普段はトルコとイスラム国側との行き来は禁じられていまして、アクチャカレの国境も封鎖されているんですが、実際には長い国境線の間を行き来を隙間を縫って、不法に出入りが繰り返されているというようなところです。過去にありました人質事件ではフランス人の人質がこのアクチャカレ周辺で解放されたということもありまして、昨日は多くのメディアがこの後藤さんも同じように、このアクチャカレ周辺で解放されるのだと、期待を込めて待っていました。また、メッセージにあります、このモスル時間の日没とは、トルコ時間では午後4時半ごろ、日本時間の午後11時半ごろになりそうです。メッセージに従えばこのヨルダン政府が未だ拘束していると見られますリシャウィ死刑囚が何らかの形でこの、トルコ側に移送されてくるのか、そしてその引き換えに後藤さんの解放に動きが出てくるのか、今後このトルコ南部が大きな焦点となりそうです。